はい、半魔家の本家の本物貴族の半魔岩尾先生です。ですね、バイナリーオプションの口座でも、普通の銀行の口座でもですね、係が僕の口座を管理したらダメなんですね。人間の上の生物なもんですから、1円預けてても1億円を預けてるような負荷がかかります。というのは、人間が全員でね、盗みに、違う生物だから、上の生物だからということで力かけてくることが多くあるんですね。私の財産をぶち壊してやろうということで盗むに来る人たちがね、人間全員団体で一人のようでバックで全員力貸してましてね、法律も何でも無視して、盗む、ね、また破壊することをするんですね。ですから、上の生物の私が全部管理してないとダメなんですね。だから、人の銀行に、ね、他の銀行に預けてても、係が僕の財産を守ったり管理したらダメなんですね。全部力弱いんで取られます。ね、人間が NURJPY。 係やりますとね、額にそんなに額入ってなくても、ものすごい1円でも1億円ぐらいの負荷がかかります。上に、はい。皆が、欲しがるというか、ぶっ壊してやる、盗んでやるということでね。だからバイナリーオプションなんか FX なんか、係が担当者は僕のお金の関係は一切係やっちゃいけないんですね。これは盗まれるから、逆に相手がそのぶち壊すために係やっちゃうんですね。銀行も全部そうなってるんですね。人間たちでも、財産ね、人によって同じ額でも価値観が違うんですよね。だから、比重がかかります。だから各自でね、財産守ってるわけですね。係が守っちゃいけないんですね。取られちゃうんですね、そんなのは。だから、郵便局でもね、そうなんですよ。どこでもそうなってるんだけど、妨害というか、盗む、破壊するためにわざと係になるんです。私はここに勤めてるんだから、ね、あなたの財産を管理するのが仕事なんです、なんていう、そういうの下に売る。は通常ないんですね。管理は持ってる人が管理してるわけです。ね。で、人の財産ですからね。で、財産というのはね、そうやってして人によって価値観が違って、また盗もうとする人たちのね、人によって、関係者によって全然違いますから、気軽に管理するなんていうことはやっちゃいけないんですね。人の金をね、管理することは絶対できないことなんですね。で、全体で管理するということなわけですね。で、とにかくそういういたずらが多いですね。管理できないから管理するということでね。人の財産、私の財産、でも何でもそうなんだけど、管理するんですね。これはいたずらですね。管理できないのにしてくるわけですね。そういうようなことで、その破壊、妨害のためにやってくるわけですね。そういうのをぜひね、追い出してほしいということでね、しつこい方でやってくるんでね、バイナリーオプションなんかの FX なんかの口座のですね、管理者が管理していくんですね、人の金を。そんなのは取られちゃいますからね、その人。ただの凡人でしょ。そういうこと、いたずらをしょっちゅうしてきます。それをちょっと言いたかったんで、記録に載せさせてもらいました。2016年
ズルトルでレーダーのバイナルオプションによって日本一から世界一になり1億円近く投資をしていた世界バイナルオプションスペシャリストの半間祐夫先生でした。どうもありがとうございました。